いやー、着いた。おはようございます。エレファントサイクルです。11月6日です。今ね、多田の海というところに来てます。これね、広島市内から、車で約1時間ぐらいです。だもし広島に来ることがあれば、レンタカーでここに来て島並海道に行くことができます。もうね、見えてません。これがね、大三島です。だから尾道まで行かなくても大三島経由で島並海道を楽しめるので、今回そのルートを走っていきます。でさっきも言いましたけど、県外からね、広島に来て、エレファントサイクル寄って、いやちょっと島並行きたいんだけど尾道遠いなっていう方は、ここに駐車場止めてフェリーに乗って行きます。で5時半に出発して、今時刻が7時です。で7時半のフェリーに乗るので、今から準備してチケット買って準備します。はい、寒いんで、今ね多分13度ぐらいで、今日の気温が22度ぐらいになるので、なんかね、セブンメッシュのこのパンツ履こうかなと思って、ちょっと暑いと思うんですね。で今日はね、短パンで行きます。はい、またその辺の装備と服装なんかは後で紹介します。はい、じゃあチケットから行きます。めっちゃいいじゃんこれ。一応ね、チケット片道しか買わなかった。今回は自転車が120円で、人間が370円です。なんかね、今日風が強いみたいなんですけど、なんかね、こっち晴れてるし、なんとかなるでしょ。なんとかなる精神で今日もサイクリングを楽しもうと思います。本当はね、今日11月のね、今6日前半だから、長袖とか長ズボンの紹介できたらいいと思ったんですけど、寒いんでいや暑いんでね、昼間はね。今パンツ、セブンメッシュのビチビチが苦手なサイクリストのスペナーパンツ履いてます。暑くなったらね、これ脱ぎます。出港して、7時半に出港して、今ね7時50分ぐらいです。約ね20分で到着します。結構ね風が強い。あそこか、
いやでもなんか天気がね味方してくれてて、いい青空が見えてます。前回ねなんかね映像が綺麗ですけどどんなカメラで撮ってますかっていう質問があって、iPhone15 Pro Max で撮影してます、はい、で撮影の方法は手ジンバルで片手運転しながら撮ってて、でもね走行中はね片手運転すると違反なので片手運転が見つからないように片手運転します良い子は真似、良い子は真似しないで、これマジ手ジンバルよ。時間がなさすぎてコーヒー飲めなかった。しかもねチケットなくした。チケットさっき行きねチケットなくしたから今チケット買いました。休憩します。このフェリーに乗ってきました。なんとねカラーリングがエレファントサイクルカラー、まあ偶然ですっていうか僕が真似したのかもしれないけど、僕がねもしかしたらね今ね写真撮ろうとしたら自転車通りました。倒れたけどね、この倒れた時にね、やっぱリアメカがね、すぐダメになるんですよ、俺が。だからね、もし自転車立てかける時は、早く直せて、できるだけローギアの方にやればね、リアメカ痛めにくいんで。まあ、リアメカの、エンド金具が曲がってないことを今祈ります。ちょっと見ますね。それ、倒れて、まずダメージがいった場所。ダメージがいった場所は、ライトが傷だらけ。傷だらけで、ブラケットはセーフ。ペダル傷だらけ。わー、いってますね、これ。リアメカ、傷いってます。ということは、エンド金具は微妙に曲がってますね、これね。曲がってるけど大丈夫か。ということで、休憩します。サドルは OK な。異常なし。はい、そして時刻8時になったんで今から出発します。フェリーの時間がね本当1時間1本しかなくて、帰りねここでまたフェリー乗って帰ろうと思う。まあ15時50分か、まあその前、まあ、14時か15時には到着したいなと思います。はい、じゃあ出発しよう。いやすごい幻想的な風景。大三島のあの橋、サイクリストの聖地から見える橋をこっち側から見るってなかなかないですね。で今回7時半のフェリー乗ってなんかねガラガラだったんだけど、8時30分のフェリー乗るとね結構人が乗ってくるみたいなので、もし人と関わりたくない人は早めのフェリー乗ってください。人と関わりたくない人
今のところね、このパンツいいわ、これセーブメーション、このパンツ、あの高いやつね、高いやつ。早い、もうここに着いた。サイクリストの聖地です。やっぱね、風強いわ。この服装良かったということでね、今からね、服装の紹介します。そうか、服装の紹介じゃないか。サーリーで行ってみて、スコットとどう違うかって話が聞きたいんですよね、あの方は。そうか、まずね、乗り心地はね、やっぱりスコットの方が圧倒的にいいです。黒森の方が乗り心地悪い。まあ、今回はあの服装がカジュアルだということで、ステムをね1センチ短くして、コラムスペーサーを下増やして、ちょっと全体的にポジションをね2センチぐらい上げました。だったら速度が落ちてもまあまあなんか漕ぎやすい。でもこれがサイクルジャージになるともっと前傾になるから、もっと遠くした方がいいなと思って、だから服装に合わせて、まあ、ポジションも変えてます。今日の巡航速度ね、まあまあ遅い、遅くて結構疲れたんで、もう帰ろうかなと思って、大三島一周して帰ろうかなと思って、だから30キロぐらい漕いで帰ろうかなと思ってます。思ってる次第。ちょっと日陰だから場所移動しようか。そうですね、だからなんて言ったらいいんかな、サーリーとスコットの違い、やっぱスピード域が遅くても楽しいってことですかね。楽しいし、まあ、スピード域が遅いということは、こういうカジュアルな服を着てもあの普通に乗れるし、まあ、一方ではスコットになるとスピード域が速くなってくるんで、こういうね、あのゆったりフィット系のウェアだとね、バタつきが多くなって結構ストレスなんですよ。でもスピード域が遅いと、その、ね、風のバタつきもない、まあ、あんまり少ないから、あんまり苦にならないっていうか、そういうもんでしょうかね。だから午前中しか時間がなくて、サクッと早く走りたいんだったら、もうぶっちゃけスコットとかカーボンフレームとかよく走るやつがいいですけど、まあ、逆にちょっとの時間でもちょっとだけの距離を、ね、楽しみたいんだったらゆっくりでもいいし、だから何て言ったらいいかな、まあ、サーリーでね、早く走ることは不可能なんですよ、根本的に。重いし、フレームが。でもそれをめちゃくちゃ速く走ったらめちゃくちゃかっこいいですよね。だから一番かっこいいスタイルは、多分サーリーのこうミッドナイトスペシャルをロードバイク仕様にして、もうサイクルジャージバシッと決めて、もうなんか例えばラファとかセブンメッシュとかアソスとかのウェアで、 SPDSL で小ぶりでオークリーのサングラスかけて、まあ、ジロとかベルとかのヘルメットかぶればめちゃくちゃかっこいいです。それがもう究極のサイクリスト。だからね、まあ例えばあれですけど、まあ、フェラーリとかね、ランボルギーニとかね、アストンマーチンとかの車を、まあ、トヨタの86でぶち抜くみたいなね、まあ、そういう雰囲気ですかね。要はあれです、 MF ゴーストです。はい、MF サーリーミッドナイトスペシャルは MF ゴースト、はい、というところでしょうかね、今旬の話題としては。もしあの MF ゴースト見たことない人は、今ネットフリックスで見れますんで、ぜひご覧ください。そしたら今日の服装の紹介します。で、服装の紹介はまた別の動画でも紹介しようかなと思ってます。はい、兄たち久々でした。これから今日の僕の服装です。セブンメッシュのね、この高いパンツで、なんで高いのに僕がいいなと、まあ気がつ、なんていうかな、まあとにかくいいんですよ。で、何がいいかというと、まあ、シルエットが美しい。今までこのシルエットを求めるためにいろいろね、ユニクロのジーパン履いたりとか、テラソンのジーパン履いたりとか、まあいろいろやったんですけど、やっぱりなんかシルエットが美しくて、もうこれで答えが出たので、まあ4万円ぐらいするけど、よかった。漕ぎやすい。ここの、こうやった時にこのここがね広がらないから、フレームバックとも当たりにくいし、いい感じにここはねテーパードしてるから、あのチェーンも当たらないし、すごくね漕ぎやすいパンツです。で、この人にはセブンメッシュのビブショーツを履いてます、あのパッド入りね。で、この上がノースなんとかウィンドジャケット、これ結構ねゆったりフィットなんですよ。だからあの時速も26キロ以上出すと、もう結構バタつきが激しくなってきてて、多分時速30キロ以上出したら、もうこのバタバタしたそのストレスが多分ね溜まる
から速度域が遅い人とか、まあこれを着て普段着にも使いたい人はちょっと高いですけど、これいいかなと思います。で、靴がクオックのビンニングシューズ、まあ今日はオールブラック、やっぱフレームがピンクでフレームをなんか強調したかったんで、今日地味なコーディネートします。で、サングラスお送りね、お送り。もうリンちゃんがね、これ持つともうペタ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 してもう見えなくなるんですけど、さっき拭いてきました。で、ヘルメット、ベルね、かっこいいでしょかっこいいでしょで、いつも乗るときはだからこれに、いつも言ったらあの僕が言ってるあの、背負いやすくて開けにくいバッグ、まあ、これを背負って こういう感じでこいでます。ちょっと影があるから、こうしようか。どうですか、かっこいいでしょ、かっこいいでしょ新しいことが生まれました。どうでしょう、かっこいいでしょとか言って、これね、ちょっと今乗れないわ、高すぎて椅子が。いや、このやっぱりセブンメッシュのこの、なかなかね、自転車向きでこういうパンツってないと思うんですよね。この立体裁断してて、なんかね、パール泉もあってたんだけど、なんかパール泉のなんか方1万5000円ぐらいだったのかな。やっぱり一回履いて、このシルエット、自分が鏡に映るシルエット見た時に美しいなと思って、まあ、それでこれはね、今後もいいと思いますよ。今後もピチピチのサイクルジャージが苦手なサイクリストはこれがめちゃくちゃいいです、はい、という感じでしょうか。で、この人は、ね、今 T シャツ着てます。で、今から結構暑くなるんですよ。22度ぐらいまで行くんで、ちょっと今から着替えて、どういう感じ、またちょっと違った雰囲気をお見せします、はい、ちゃんと撮れてるの。で、もし暑くなったらね、あの今日短パン持ってきたんで、このビブショーツの上にこのね、短パン履こうかなと思ってます。なんかね、どうやらビブショーツだけでなんか出歩く、まあ、出歩く人いないけどのがね、やっぱり抵抗がある人が多いみたいで、まあ、その上にこう短パン履くだけでもだいぶ違います。で、そこにね、こうセブンメッシュってね、このロゴを見せれば、やっぱチラ見せコーデっていうんですか、ああいうのかっこいいと思いますよ。ちょっとね、風強いんだけど、短パンもさすがにもう11月だからね、まあ、季節感なくなるんで、ちょ短パンやめだ。だからもう今日このまま行きます。全部セブンメッシュ、今日中のね、 T シャツもね、サイトシャツっていうかな、この速乾性がいい。今日の僕のコーディネートは、気温が15度ぐらいの時はだいたいこの T シャツ、まあ速乾性がいい T シャツの下にベースレイヤーを着てね、メッシュのね、その上になんか風を防ぐもの、まあ、ウィンドブレーカーとか、まあ、保温性が高いものとか、まあ、そのまあ3枚でいいんじゃないですかね参考にならないけど、このね、パンツポケットがあるからいいですね。このポケットがね、小銭も入るし、なんかチケットとかね、ついつい僕もうチケットばっかり言うんですけどね、フェリーのチケットがね、入ったりとかね、いいんじゃないかな。よし、じゃあ行こう。ちょっとね、休憩しすぎたんで出発します。いいね、この朝早く大三島に来るのいいですね。余裕がある、余裕が違うこれ島並のあの尾道経由だったらこの時間帯に来れないな。8時半とかにね、ここ来れないですからね。フェリー使ってね、大人は時間がないから、はい、この金はね、いつかね、あの高校の同級生高校の同級生 S 氏とね、一緒に鳴らそうかなと思ってます。それまで僕鳴らさないこの鐘を、その思いはちょっと温めとこう、温めとくよっしゃ、行こう。ちょっとね、ここはあの公道じゃないんで片手運転しますけど、このね、セブンメッシュのパンツがね、膝の部分が開いてないから、そのね、全然このフレームにまだ当たらない、風が強いすごい漕ぎやすい、これ伸縮性がある生地使ってるし、本
になんか理にかなったなんかね縫い方してるし、水も弾くし、まあだからね、どんなパン使っていいか分かんないし、とりあえずこれ買っとけばねもう間違いない無駄もの、無駄なもの買わなくていいから4万円だけど逆にコスパがいいかも。以上、セブン飯の報告でした。いやーめっちゃいい、全部絶景です。いいですね、こう運動不足なんでね最近ね、やっぱいい汗かいて水曜から月曜までの仕事がまた頑張れそうです、はい、ということで今日はもう大三島一周して帰ろうかなと思って、なぜかというと、だからもしなんかね、しまなみ海道なんかあんなとこ見たいとかねリクエストあれば、過去に僕が走った動画があるんで、まあ、それ見てください僕普段ね、もう飛島街道とかね、江田島とかね、もう行ってて、なんかぶっちゃけ海沿いが全部同じに見えてきたんで道も一緒な感じ、まあ、一個感動したのはやっぱ大きい橋とフェリーに乗れることかな。なんかそこに見えるのがね、来島海峡橋だから、もうそこ向こうがね、今治になります。もうとにかくね、絶景です。とにかく明るい絶景です。ということで、もしなんかまたあそこ行ってくれとかね、もし要望があれば、まあ、行きますんで、行ける範囲でなんかコメントでリクエストをお待ちしてます。で次行くとこはね、今週末もみじシクロクロスがあって、もみじシクロクロス行きます。はい、多分眩しい僕の顔だけだとちょっと気持ち悪いと思うんで、カメラ切り替えましたまあ、なんかぶっちゃけだからもうスコットとどう違うかというと、まず巡航スピードがもう全然遅い、多分ね3キロぐらい遅い、遅いのと、まあ、今日カジュアルウェア着てきたからポジションもハンドルちょっと近くして、ハンドルの1センチ上にしたから、まあ、スピードも出にくいし、だからカジュアルウェア着やすかったし、だからこれでもしサイクリングジャージでガシガシ乗るっていう風には僕はもうしないです。なぜかというとスコットあるから。もっとねストイック乗るときはもうスコットでも割り切って、これはもうスニーカー感覚で乗れるロードバイクとして今後も僕は乗っていこうと思います。いやもちろんあれですよ、 650B 車乗ってもいいですよ。僕はねミッドナイトはねやっぱロードバイクだと思ってるんで 700C で頑固に通します。でもお客さんがどうしてもいるもんさ、 650B がいいって言われたらもうそれでやりますんで、はい、まあお互いもしなんか意見交換し合って世界に1台だけのバイクを作ってみんなに自慢して SNS でいいね稼ぎましょう今ねあと多分ね半周ぐらいでフェリーターミナル戻るので、のんびりなんか鼻歌でも歌いながら帰ろうと思います。いやもう秋だな、しまなみとかね、飛島ね、こういうね変な道にねやっぱり入りたくなるんですよ。そしたらタイヤはやっぱ700の 32C 以上必要ですね。まあ今日 34C だけど、いやー着きました、盛り港着きました。まあ何時だろう、時計忘れた。静かだ。まあ何時だ。まあ11時45分なので、マジか。13時35分までフェリーがない。考えよう、動画撮るか。いややっと時間来た今から乗ります
の島に行く人が多い。いやー、着いた着いた。よかった車があってそれが心配だった。今時刻が、はい、着きました。今時刻が14時です。はい、だから朝8時に出7時半に出発して14時に戻って、まあ、約半日か6時間ぐらいか。結構いい感じで楽しめて、また、ね、今14時だから広島帰ったら16時ぐらいだから、なんかすごいあのコンパクトな島並み街道だったんで意外とおすすめかも、その時間がない人は。はい、以上そんな感じですやっぱフェリーいいな。今度これでこっちスタートでもいいかもしれないですね。あのゴールデンウィークのね、ちょっとでも人がフェリー乗れないかな。まあ、またそれ考えます。はい、じゃあお疲れ様でした。まあ、サーリーとスコットね、比較してどうだったかってね、まず重い、進まないって、まあ、スコット比較してね、まあ、重いでしょ、まあ、あとはちょっと進まない、乗り心地が良くない、でもなんか好きみたいな、そういう、まあ、MF コースです。はい、じゃあ着替えて帰ります。